一つの要素メートルがぴったり1200じゃなくて、で裏情報でやっぱそういう話もあるらしい。ブッシュ落ちてくるのが、ちょっと待って、何これ、ちょっとどないなってんのこれ。やっと出た新マップ。うわ、いろいろあるな。オアシス特急カミガンドラマから、刑務所は、俺刑務所行こう。名前に惹かれた、刑務所行きます。待望の新マップ、まあ、どうなのか、まあ、情報を出していこうと思います。今回のマップ 1800m 飛べるらしいよね。一つその要素、 1800m 飛べる。 1800m がぴったり1200じゃなくて、感覚狂っちゃうよね。旧マップ1150の新マップ1200ランクを得るまでので、刑務所だぞお前ら刑務所だぞ。何しに来てん刑務所に。刑務所に敵組むってどないなってんねんこれ。カモが、ほら。そんで復活機能とかもあるんよね、今回。まあそこら辺は、孤島と同じか。まあ俺復活させるやつもおらんし、させられることもないんやけどさ。これ上か。まあちょろいけどな、ぶっちゃけ。ちょろい。うわ、深っ。ちょろいぞ。痛い。あ、断念性に。あ、むずいわ、これ。まあ、ちょろいけどな。まあ、約8000かけ8000、まあ、8000よね、多分。横8000、縦8000みたいな。広いマップだから、まあ、普通に今までが逆に狭すぎるでしょ、孤島とか。まあ、競技用向きのマップとして作ってるはずだからね。まあ、でも、復活機能とかで通常勢とかでも楽しめるようになってんじゃない?今回のマップは。で、裏情報で、まあ、これ、本当かわからんけど、ボットが少ないみたいな、そういう話もあるらしい。これ壊せるやつじゃない?なんか、何かわからんけど、壊します。開ける。バグった。ああ、いいね。いいもん入ってるやん、遺跡。お前ら遺跡来た方がいいぞ。誰?あ、出て、あの、キャラコン。むずいな、戦い方が。まあ、泣いてない。はい、ワンダー。まず、それは。危ない。プレイヤーオイルがマジで俺いい要素だと思う、まず一つの。いいんじゃない?広くて復活されるって正直初めてだから。ここら辺がどうなんかって感じではある。まあ、死んでも、蘇れるよね。当たり前のこと言ってるわ、今。俺復活する人もいないんだけど、味方がいないから、ぼっちには不向きな、としたら、あれかもしれん。まあでも逆に、強いプレイヤーだったら、ソロスとか行く人だったら、復活してくれるから、めっちゃ、まあ、キルとかできるんじゃないって感じはあるよね。だから復活があるってことは、まあ、初動詞とかしちゃう人でも、起こしてもらえるからか、やりやすいんじゃない?なんか気軽にやれる。みたいな。まあ、めっちゃあるんやけど、新しいの。リュック高っ。車両減速、いや、これがなんかあれかな?粘着爆弾。あ、買います。スパイクストリップ。いや、これがなんかタイヤパンクするみたいなやつなのかな?修理キット、修理したいな。誰か耐久削って、俺が削ればいいんや。はい。危ない。で、ここで修理キットを、あ、これか。なんで解除したの ?OK。ちゃうわ、後ろ向いたらあかんねや。さっき言っといてよ。これだったらできるってこと。どんくらい戻るんだってこれ。音消えちゃったよ。マックスまで戻る。いいね、これ。で、しかも容量も重かったでしょ、まあまあ。それいいね。パンクも確かめたいな、修理キット。ってことでパンクさせます。タイヤは?タイヤ戻る。熱っ。ション。おい、うまい。コインゲット。頭入れて詰めてって。オッケー。キャラコン。これ何?車両減速 EMP。これロケランやないかい。んな、持ちます。爆発後付近の車両に大きな減速効果を与えます。EV 車などの車両タイプに無効です。わからん。人に当てたらいいんじゃん。ダメな、人に当てるのは。オッケー。なんかいろんな機能もあるらしいね。
しょうもないやん。そういうことに人に当てても意味ないのが今わかりました。人に当てることの効果はないっぽいっす。ここちょっと渋いか。あ、オッケーオッケー。出た。これが EV 車ってやつかな。多分音なかったんだよね。見たことないし、こういう形。ちょっと乗ってみよう。あ、これはそういうことだね。バッテリーやね。まあ。まあ、セダンでいいか。でもそんな遅くない。まあ、スキンとかも今後出るん。で、どうなんだって感じ。まあ、セダンでいいか。無視をしてくるのだが、ちょっと待って、何これ何これ何これ。あ、これは、どうなん。間違いない。これは、この打ち方はいらんな。謎すぎる、なんか。めっちゃおるやん。あ、抱えた。なんか早くね、移動してくるのが。待って。聞いてない、聞いてない、聞いてない。ブロック、ブロック、ブロック、ブロック。ちょっと、どないなってんのこれ。ぐい、クソ早いんやこれ。それは、どこ行っちゃうの？どこまで行くんだお前。帰ってこいよ。バリバリ的に普通に。え、何？乗り物を発見しました。止まってたけど。で、これ気になる。ほら、あれ？はい。危ない。一旦こう置いてみよう。え、じゃあ見えるやないかい。これ引っかかるやつおんのかこれ。おー、感度高すぎ。お前が、めちゃくちゃやね。めちゃくちゃ。やばい。あ、終わった。終わったんご。無理。グルパやないかーい。スロットできますよ。どういうこと？あ、ひょっとして、あれ？ほんまや。こんなんあるんや。200しか出んやんけ。やってるわ、この店。めちゃ回せるやん、これ。どんどん減ってくってことや。あ、はい。あ、はい、すいません。3回が条件なんです。コインが馬なってきたではあるな。ん？何あれ？あれ復活してるってことじゃね？え？違うの？そうや。はい、みー。あ、ほんまや。買えるわ。え、安っ。待って、俺これ買いたい。どこ？そこかい。え、なにこれ？登れへんやん。ああ、で、前出てる。え、ちっちゃ。え、俺ほんとに2000円の買ったよな。高かったね、これ。え、高かったのに？え、2000円？加速使ったら早いみたいなやつや。そういうことね。こういうことは加速つくできるってことは、こういう風に、めちゃくちゃ一瞬で。理解しました。理解したんですけど、すいません。ちょっと車の性能じゃなくて、運転難しいです。え、これ、ゼロからだったらどうなんだろう。加速ができねえよって言います。あ、でもめっちゃ速くなるわ。初速クソ速くなるわ、これ。ちょっとこいつに2000円払えるかって言われたら僕は払えないです。すいません。コイン返してほしいです。売りたいです。おーろ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 ー。はい、かもちゃねー。はい、やー。何？めっちゃおる。あかん、俺行ったらいかんとこに行った。よし。ベース上、あ、そういうこと？どういうルートのあれで、あ、クソ短いやん。タイマーバグってんじゃん、これ。あ、そういう感じ？正直、タイム差は絶対出んと思うけど。頑張る、俺。ギリギリを回ってけ、ギリギリを。そうや。ギリギリを攻めてけ。オッケー、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 オッケー。
いいタイムなんじゃない？わからんけど。やばい。ああ、よくないよくない。まあ、イージーやったな。めっちゃいい武士入ってるやんけ。起こしたところを殺すぞ。まあ、英雄陣下手すぎ。いけ、突っ込め。おらおらおら。オッケー。多いやん。英武で負けた。皆さん、まあね、今日、新マップね、まあ、回ってみた感じのね、まあ、感想、まあ、いい要素とかね、まあ、そういうので、ね、ちょっと、まとめたいと思います。まず、いい要素としては、まあ、まず、復活機能、まあ、追いつかってないんですけど、この動画に復活機能が一切ないんだけど、復活機能があることによって、まあ、初動ししちゃう人ね、まあ、あんまり声がまだ、うまくないと、まあ、やっぱ初動しとかしちゃうんだけど、その、これを復活させるっていうのはね、いい機能なんじゃないかなと思います。エンジョイ勢の人たちでも全然楽しめるようなマップになってるんじゃないかなって感じです。次ね、やっぱいい要素。やっぱ車両修理キットやね。あれ、俺の中ではあれが一番。修理できるのマジでいい。マジ運営さん、神って感じ。今までワンパン入っただけでもう車使えねえみたいなんだったけど、なんかそれが修理できるのってのはマジでいいと思います。大会でもね、全然いいと思う。少ない。それは。まあ、あとは、なんか、プレイヤーが多いんじゃないかなって感じがしたけどね。広いし、いい感じかなっていう。大会でも使えるし、通常でも使えるし、みたいな。結構いい感じのマップになってんじゃないかなっていう。やっぱ、広いってとこがいいんじゃないですかね、大会とかで。なんか、車なくなっても、まあ、買えるんだけど、なんか、コインの売り上げが結構良かったんじゃないかな。修理キットとかもまあ、そんな高いあれじゃないけど、まあ、なんか、容量も重いしっていう。粘着ばっかのちょっと使えなかったけど、容量も重いし、なんか、調整的にはいい感じなんじゃないかと、俺は思います。車も高かったしね、バイクとかだけめっちゃ安かったけど、セダン1500とかあったから、全然いいんじゃないかな。まあ、そんな感じです、新マップは。で、ね、皆さんもね、ぜひね、上手くなくても楽しめるような多分マップになってると思うんで、復活機能とかもあって、いろんな要素があるんでね、ぜひやってください。